ギリヤーク・アマガサキは日本の大道芸人、武用本名はアマガサキ・カツミ。芸名の由来は自身の風貌がロシア・サハリンの先住民族であるギリヤークに似ていることから、北海道函館市出身。現在の戸籍上の青年月日は1930年8月19日、オ須ス大道町人祭にて、北海道の和菓子屋の次男として生まれ、幼少時より、 文夫芸人や革命自主などの大道芸に親しむ。また機械体操を行っており、1946年の国民体育大会では体操競技の北海道代表となった。私立函館中学卒業。当初は映画俳優を志し、21歳で上京して、各映画会社のオーディションを受けるものの、鉛が強いとしてすべて落選する。青年時代は、 国政さに指示して創作舞踊を学び、全国合同公演に参加するなど舞踊家として活動した。しかしなかなか目が出ず、警備員やビル清掃の仕事でここをしのぐ。天ヶ崎は30代になった頃から、自らの芸を極めるため大道芸に転校し、1968年に38歳で、初めて街頭を公演を行った。以後、鬼の踊りと称される。 独特の舞踏合賞賛を受け、最後の大道芸人と呼ばれた。1975年以降は、フランス、アメリカ、韓国、ロシア、中国など海外での公演も実施し、1981年から文化庁芸術祭にも参加する。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災に強い衝撃を受け、同年2月17日に甘ヶ崎は、 被災地である、兵庫県神戸市長田区の焼け野原になった、菅原市場で鎮魂の踊りを待った。甘がさが、南無阿弥陀仏と叫ぶとともに、被災者のお年寄りたちが、一斉に合唱した。その雰囲気に圧倒され、天がは初めて演技を間違った。そして同時に、自らの踊りの本質が、祈りであることを悟ったと天がは語っている。これ以後、甘がの芸風も、 鬼の踊りから祈りの踊りへと変化したという。毎年、神戸では、阪神、淡路大震災の記念日にあたる1月17日と5月5日に、講演を行っていた。2001年9月11日の、アメリカ同時多発テロ事件に際しては、1年後の2002年9月11日に、ニューヨークで鎮魂の舞を待った。2007年、赤包帯事件から20年。 また JR 福知山線脱線事故から2年を迎える。この年に合わせ、春季公園で上記の震災、NY テロと共に、鎮魂の踊りを待った。2011年5月7日、甘ヶ崎は宮城県気仙沼市浜町にて津波による廃墟の中で、東日本大震災追悼のための祈りの踊りを涙ながらに踊った。43年間で最高の踊りと、 自ら表したという。この時天が崎の心臓にはペースメーカーがつけられ、追間板ヘルニアは折れていると天が崎は告白した。2016年にパーキンソン病及び脊柱管狭窄症への疾患が判明し、それでも病を押して毎年恒例である秋の東京都新宿区での講演を成功させた。また、2017年夏には、 北海道函館市と札幌市で、それぞれ2年ぶりとなる公演を実現させた。青空舞踊公演を始めてから50年目に当たる2018年夏は、函館と札幌に加え、かねてから道内公演の口火を切って行われていた、苫小牧公演を4年ぶりに復活させるなど、精力的な活動を見せた。二千十八年九月六日に発生した北海道、いぶ東部地震では、 地震から半年後の2019年3月9日に被災地を訪れ、復興を願う公演開催を誓うなど、踊りへの強い意欲を示している。現在は、東京都世田谷区に居住し、夏季の季節ごとの公演のほか、横浜市六角京商店街、ドッキリアミ市場には2004年からほぼ毎年参加。大道芸人として知られる天ヶ崎はあくまで路上でのパフォーマンスに関わり、 東京都が2002年に導入した大道芸免許制には大道芸人の立場を向上させたとして一定の評価を下しつつも芸を審査するというシステムに反発し申請はしていないという30代になって大道芸人に転校した後は整形のすべてを監修からのおひねりでまかなっているこれで生活できなければ芸が未熟で芸人の資格がないということだと語っている しかし、天が崎自身もおひねりで生活できるようになったのは60歳を過ぎてからであった。年金について聞かれた際に天が崎は、年金って何ですかと聞き返している。天が崎の活動は海外にも及んでおり、フランスのパリの大広場で踊ったこともある。この公演では演舞中にフランス警察が止めに入った。 そこで踊ってはいけないのかを天ヶ崎が抗議すると、踊りは構わないが、赤粉を止めるように求められたそうである。自身の名と同じ読みである、兵庫県天ヶ崎市には縁はさからぬ思いがあるとのことで、毎年の春季公演には、阪神電車天ヶ崎駅北広場が、演舞の場に選ばれている。上記の伊丹1三大島なに加え寺山修司や近藤正臣とも、信仰があり、 彼らは特に天ヶ崎の舞を評価していた著名人でもある。近藤が街頭20周年に寄贈した上りは現在でも公園の土に掲げられている。また2018年7月15日には街頭50周年を記念して近藤から新たな上りが贈られた。実家は和菓子屋で自身も和菓子好き。基本的に初代高橋畜山と 白川くんぱちろうの津軽三味線独創テープに合わせて独特の舞を踊る。演目名と楽曲名が一致しないことが多々あるが、意図的なものであるかは不明である。天が崎の舞が盛り上がったところで、観客から、ギりアークがさという掛け声が入る。声を入れるポイントは、長く天が崎の舞を見て理解しているものでなくては、難しく。 この掛け声は観客としての一種のステータスであると言える。上りには公演時間15分と書かれているが、実際には30分近くに及ぶこともある。通常最後の演目として踊られる念仏上柄。ナムアミダー。と叫びながら観客の輪を抜けて走り、全身に水をこむる激しい踊り。ありがとうございます。